ゃん。めっちゃかわいい。かわいい。良さそう。大丈夫。すごい。はい。こんにちは、樋口ひなです。私はちょっとゴルフに挑戦したいなと思いましてですね、まだ何にもできない状態なので、ここから練習をしてコースに出ることをちょっと目標に頑張りたいと思います。そして先生にみっちり教えていただこうと思っております。よろしくお願いします。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 で、スタンサーバーも大丈夫ね。それぐらいで次に上から折ります。で、膝を緩めます。右手でこうお腹との距離感が拳1個半から2個ぐらい、あの方で OK。はい、それで構え、出来上がり。あ、そうそう、いいよ。それでいいので、チューってやっちゃってもらっていいと思います。あ、どれぐらい、あ、ここに並ぶ。あ、いいな、今日軽くパーパーいいよ、いいよ、いいよ。やばい、待って、もっと下だよね。そう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 、下がるね。そうそうそう。そう。この時に腕が伸びて、そう、真上ぐらいです。はい。で、上がって今度反対。そう。そう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 、そこまで。そこからそう。左の腕が地面と平行の時にクラブが真上ぐらい。なるべく大きな円弧を作りたいので、なるべく腕を伸ばせる方は伸ばしましょう。はい。なんか結構気合使う。どうするんですか。腕当たってる。おお、いいね。楽しい。バチッと当たったね、一発ね。で、今度こうやって振ってったらフィニッシュまで行きたいんで、全部向こうまで行って、ああ、じゃあもっと向こうまで行って、そう、次クラブしか、そうそうそう、そこまで行くの。お、いいね。全然いい。そこらに。そう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 。ちょっと一回上げから。ちょっと高くなったから簡単で。おー、すごくない？ちょっと持ってる？みたいな。高くなったから簡単で。おー、すごくない？持ってる？おー、いいね。めちゃくちゃ変わったよ。あれ？はい、ありがとうございます。同じです。長くなったので、おお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 、疲れない。はい、ありがとうございます。アイアンはダウンだろうって言って、アイクラブヘッドが上からこう、ボールに直接当たったってことです。だからボールのこっち側狙ってくださいね。ダウンドロー、こうやって打ち込む感じ。
クラブの場合はクラブヘッドだったら上がり際に当たります。アッパーアプローチです。なのでボールの位置が左だし、まあ、なんとなくこう少し下から埋めない、はい、向いたらベースを打つし、下向いたらベースを打ってるので、あとにもここ、この辺が打つ瞬間にターゲットで打つ方向になんか感覚的には受けると関数は飛びやすくなる、まあ、それだけではないけど、この辺かなってことで、ついにゴルフグッズを買っていきたいなと思います。新宿のアルペン東京さんにあるゴルフ5フラッグシップストアさんに来ました。イエーイ。いろいろ教えていただきながら探してみたいと思います。初のゴルフグッズ楽しみです。一人じゃ本当にわからないので、今日は佐々木さんにいろいろと教えていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。私本当に初心者で何をどう選んでいいかちょっとわかんないんですけれども、全然大丈夫です。いいですか。一応、はい、あの初心者応援サポーターという形でさせていただいてますので、初心者の方でも全然気軽に来ていただければ大丈夫です。今日お願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと今日は、はい、優先打席で、はい、させていただきます。はい、はい、初心者におすすめのクラブで何本か用意させていただきたいなと思っています。はい、レディースで硬さが、シャフトの硬さが2種類ございます。初心者の方はいわゆる柔らかい、ヘッドスピードがそんなにない、柔らかい L シャフトっていうのを送っていただきますので、まずキャロウェイ、ゾーグっていうのを送っていただきます。はい、はい、大丈夫です。練習なんでちょっと緊張する。怖いね。行きます。はい。いいスイングしてますね。いいですか。うん。はい。じゃあちょっと打っていきましょう。はい。これもうこのままいいんですか。大丈夫です。打っていただいて。いいです。最初は全然 OK です。右に行きましたっていうところです。はい。振った感じは振りにくいとかは特にないですか？ないです。ないです。ちょっとじゃあここのメーカーも振ってみましょう。はい、じゃあ次のメーカーいきます。これ良さそうですね。大丈夫。すごい。はい。どれがいいんですかね。今のところ感触的にはどれがいいですか。ですよね。おすすめです。ちなみになんですけど、はい、振れる方向け、ヘッドスピードがちょっと速い方向けっていうちょっとモデルがあって、はい、それも違いだけを感じていただきたいので、はい、はい、振ってください。楽しい。これがさっきのが合ってるよっていう、こう差が分かりやすいかなと思って、はい、ちょっ
っと右出ましたけど今の感じです、うん、うわぁ、はい、気持ちいいOK です、OK です、いいです、いいです。なんか気持ちよかったのはこっちかオンオフ、はい、こっちかなって思ったんですけど、ずっとやり続けたらこっちもいいぞってなって、どっちがいいなってなってます今悩み中です。見た目とかはどっちも好きですか？はい、どうしましょうかしら、迷いますね。一応オンオフは、うん、カラーリングがこういう風にシャフトカラーが選べたりとか、あとはこのバッジの部分の色が変えられたりできるっていうところは、いいところではあります、うんうん、ゼクシオさんもさっきの多分オノフと一緒でカラーリングは2種類あって、うんうん、ただこっちの方が芯を外した時のミスヒットとか、飛距離ロスにはかなり強くはなってきてて、グリップの方にウェイトがちょっと見えないんですけど中に入ってるんですよ、うん、なので、振り上げて下ろす時のこのここのブレが少なくなるっていうのはセクションさんの要素ではあります、うん、なるほど。ちなみにどれぐらいですか？全部含めるとセクションさんの方がちょっと、ね、なるほど、はい、ふむふむ、はい、どうしましょう、どっちにしようかな、迷う。あと最後パターなんですけど、はい、一応おすすめで持ってこさせてはいただいてまして、はい、キャロウェイのオデッセイっていうのと、うん、イーブンロール と、テーラーメイドのトラスパターこれ人気すぎて、うん、お店で在庫的にはほぼほぼない、何っていうのが今ちょっとアルペン東京にありますので、はい、ちょっと打っていただいて、はい、まあ、感触ももちろんあるので打ってみましょう。はい、あ、そうです、そうです、同じなんか惜しい。いけ、ちょっと吸い込まれましたこことここをシャフト違うのかな、ここの重量を前後にグリップとヘッドに持ってってるので引いた時のここでのブレ、さっきと同じくここでのブレが少なくなるので安心してこう打っていけるのはオデッセイの良さにはあります。うん、上手、ナイスイン。これです、はい、値段見た、え、怖い怖い、なになに、どこに書いてある、やばい、すごい、46,000円、価格は頑張りますお願いします、はい、これかわいいですよね、これだから結構いいお願いしたですよね、はい、ついに買っちゃいました。何を買ったかはこの後練習場に行って実際に塗ってみたいと思います。はい、ついに買いました、こちらです。じゃーん、まずはボディマスク、後ろ覚えちゃった、こんな感じ、ジョーンズボディマスクを買いました。この色合いが好みでした。完全に白とこのブラウン、ちょっとオレンジっぽいブラウンがもうタイプすぎて一目惚れに近い感じで買いました。こうやってほら持ったら一番しっくりきました、この色が。そしてじゃーんゼクシオ、ゼクシオを買いました。すごい迷ったんですけれども、ゼクシオはミスショットとかに強いっていうのを聞きまして、私に優しいなと思って、まだ初心者なので選びました。
バターはオデッセイ。こちらもいくつか食べさせていただいて、一番私がやりやすかったなって思って、分かりやすかったなので買いました。完全に形からなんですけれども、自分の気分が上がるものを選びました。早速練習していきたいと思います。もう自分のマイゴルフグッズを買ったので、今日からさらに気合を入れて頑張りたいと思います。初めてムーネ買ったクラブで行きます。もうすぐ行った。食べました今。どこ行った？すごい。今どこ行ったか分からなかった。すごい。おお。頑張りたいと思います。ショックでももっと練習して無事に使いこなしたいと思います。神宮ライブの最終日の次の日に練習に来ました。練習用のちっちゃいのもちょっとゲットして買いました。今日はもうメイクもしないで、もうたくさん打つ気満々できました。もうすでに汗びっしょりですけど、頑張ります。ダメだ。おお。あれ昨日のうちらのやつじゃない？すごい風で。今日はゴルフウェアを買いにアルペンさんに行きました。じゃーん。ゴルフグッズを買ったところです。どうしましょう。どういうのがいいのかな。わあ、なんか可愛いじゃん。うん。なんか気になるの赤？なんかもうグリーンとかも可愛いなと。こんなさ短いよ。すごいね。あ、でもちゃんと中あれなんだ。パンツになってる。可愛い。こっち行っちゃう？見てみよう。でも可愛い。可愛い、そう。可愛いよね。かわいい。かわいい。似合いそう。
こっちもちょっと行ったね。え、ワンピースあんの？ワンピース。うわぁ、かわいい。めっちゃかわいい、ね。めっちゃ短いけど。でもさ、このシリーズかわいいよね。かわいい。行ってみる？行ってみる。一回この、行ってみる。一回ちょっと派手な。一回腹挟んでみる。おお、結構するね。意外とでもなんかかわいいかもね。うん。続いて、あのマネキンがかわいいなと思って、黒の。こっちも茶色って感じ。なんか茶色、ゴルフバッグにね、合いそうな予感。え、なんか靴も白いですね。上さ、白にしてさ。うん。いや、絶対白い。かわいいよね。一回これをいただきます。はい。はい、いいですか？はい、どうぞ。どうでしょうか。いい、かわいい、かわいい。操作するかも。1個目はこれ。いいじゃん、いいじゃん、ベージュ。安定かわいいし、ね、安定の。あのバッグにも合いそうね。靴にも合いそう。うん。ちょっと着てみようかな。いつでもどうぞ。はい。じゃん。めっちゃかわいい。かわいい、やっぱり。かわいい。だってこれ、かわいい。手でもかわいいし、手でもかわいい。え、かわいい。やっぱそのワンピかわいいね。え、かわいい。え、めっちゃ形かわいい。形やっぱかわいい。うん。え、私これ好き。やっぱりかわいい。かわいい。え、かわいい。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 ちょっと高いけどかわいい。やっぱりかわいい。はい、どこ？あ、いいやん、いいやん。あ、スカートかわいい、ね、ちょっと大きいね。いい感じ。結構紫だったのね。そうね。意識高め。バックオレンジで自分のサイリウムカラー。意識高め。意識高め。アピアピしちゃってるけど、かわいい、かわいい。3つ来てなんかどんな感じ？え、可愛かった。やっぱそれナンバーワン可愛かった。なんかナンバーワン、うん、やっぱ可愛かった。可愛い。とりあえずこれは買おう。これはこれが1個あれば秋冬これでいけちゃう。めっちゃ考えてる。多分白と茶色の方が、でここにちょっとベージュ系っていうか、まあ、茶系の一色が入ってるので、どうぞ。え、かわいい、かわいい。確かにちょっと透けちゃう。確かにね。でもその組み合わせもまあありよね。かわいい、かわいい。イエーイ、買っちゃいました。ついに。楽しみです。これで実際にゴルフするの楽しみ。やったー。ついにコースデビューです。やったー。イエーイ。